一般的なキャプスロックキー。小打鍵防止のため、意図的にキーの面積が狭められている。キャプスロックキー、またはキャピタル、ロックキーはキーボードのキーの一つである。キーを押すことで状態の有効、無効を入れ替えられる。有効になっているとき、アルファベットキーの打鍵が大文字の入力となる。タイプライターのシフトロック機能に似たものと言えるが、相違点も多い。 以下では、特にコンピュータ用キーボードのキャプスロックキーについて解説する。キャプスとは、キャピタルレターズの略、すなわちアルファベットの大文字の意味である。大抵の場合、キャプスロックキーが有効になっている時にシフトキーを押しながら文字キーを押すと、例えば、GNU フリードキュメンテーションライセンスのような文字列が、 ヌーフリーダキアメンテションライソンスのようになるなど、大文字と小文字が入れ替わって入力される。日本語入力システムが有効になっているときは、ひらがな入力からカタカナ入力になることもある。シフトキーを押したときとほぼ同じ効果になるという意味では、シフトロックと同様である。しかし、その効果が文字キーのみに限定され、数字、記号は通常と同じ入力となる点が異なる。 このキーのオンオフの状態の保持は、キーボード側でハード的に行う場合と、コンピュータ本体側のオペレーティングシステムでソフト的に行う場合がある。前者の場合、オンの状態でキー自体が押し下がった状態で固定するものもあれば、電子的に論理回路等でオンオフを保持するものもある。LED などによるインジケーターがついているものもある。インジケーターは、 前者のようにハードウェア的にトグル動作を実装しているものであれば、それに直結しており、後者のようにソフトウェアで管理されているものであれば、ソフト的に制御される。バネが他のキーに比べ固めに作られたり、状態を入れ替えるには、シフトキーを押しながら、キャプスロックキーを押す必要があったりするなど、誤操作防止策がハードあるいはソフトで取られている場合がある。多くの PC、 AT 互換器用キーボードでは、キャプスロックキーは A キーの左隣にあり、その二つ下にコントロールキーがある。一方、コントロールキーを多用するワークステーション端末やマッキントッシュ用日本語キーボードなどでは、コントロールキーを押しやすいよう、キャプスロックキーと位置が逆の場合が多い。PC、AT 互換器用でも、ハッピー、ハッキングキーボードなど、 そのような配列になっているキーボードやコントロールと、キャップスロックを交換可能なキーボードなどもある。また大抵の OS では両者を入れ替えたり、キャップスロックキーを無効にする手段が用意されている。キャップスロックキーは、たびたびその位置や、存在意義に疑問が持たれている。1978年1月発売の、レミントンナンバーにタイプライターは、アッパーケースキーで大文字に切り替え、 ローワーケースキーで小文字に切り替えるタイプライターだった。このアッパーケースキーがキャプスロックキーの原型だとされる。ローワーケースキーがなくなりシフトキーに変わってからもタイトルやトップページ等の大文字が長く続く部分をタイピストが入力する際に手動でシフトキーを押し続ける労力を省くためキャプスロックキーとして継続した。しかし近年は スモールキャピタルを用いたり、章のヘッダーを一度しか入力しないなど、近代的な組版方式の増加により、キャプスロックキーの存在価値は下がっている。英語圏では、インターネット上、特にチャットやユーズネット等での大文字小文字の区別は、あまり重要視されず、大声で叫んだりわめたりといったことを表現したい、時に大文字が使われる。より実用的な観点から言えば、 大文字の連続は、過読性が悪いということもある。大文字を極端に使いすぎるユーザーは、キャプスロックを解除すべきでしょうと言われるかもしれない。また、文章の見栄えを考慮しない初心者ではないかと疑われてしまうことにもなる。ケースセンシティビティが重要な場面で、問題の原因となることもある。ユーザーネームとパスワードの入力といった場面で、ユーザーネームは、 通常通りのエコーバックがあるが、パスワードは伏せられる場合が多く確認できないため、キャプスロックキーがオンになっていないかどうか確認してくださいといった意味の警告がユーザーに発せられるようにされていることがある。また、FAQ ページや説明書までにも、このようなマイナーかつ簡単に解決できる問題を載せている場合がある。しかし、一方で、フォートランのような古いプログラミング言語や、 MS-DOS のコマンド名などは大文字が正規であり、ケースセンシティビティに気を払うべきだというなら、それらへの入力は大文字であるべきである。そういった時には、キャプスロックキーは無用どころか事実上必需品となる。2006年に、ファンデーション o n 4 A Free Information Infrastructure の会長、ピーター・ヒンティアンスは、スタンダードキーボードから、キャプスロックキーを撲滅するためのキャンペーンを開始した。 一部のメーカーは、キャプスロックキーのないキーボードを販売しているが、依然として、大多数のキーボード上には、キャプスロックキーが存在し続けている。また、コールマック配列などの、キャプスロックキーが存在せず、その位置にバックスペースが割り振られている配列も、考案されている。ハンドンとしては、指に障害があるなどハンディがあるユーザーには、複数のキーを同時に押すことは、手間がかかる場合があり、 特に通常の文字入力時には最小限にしたいが、キャプスロックキーを ON オフにすることでシフトキーを併用せずに大文字、小文字が入力できる。和田 H、個人用小型キーボードへの長い道、プラットフォーム、ミニキーボード3シリーズ等。X ウィンドウシステムで CTRL とキャプスロックキーを入れ替えるにはや W2 キロ、カスタマイズを参照。 のキーマップを変更したいんだけどウィークリー、キーボードワールド7、キャピタルズ6、安岡光一、安岡元子、キーボード配列クワーティの謎、東京、NTT 出版、2008年3月、ISBN 978から4から757141766。ウィリアムズ、トーマス・アール、ガイドラインズ・フォーデザイニングイワルティング、 ザ・ディスプレイ・オブ・インフォメーション・オン・ザ・ウェブ、テクニカル・コミュニケーション47。四十七、三百八十三、三百九十六。capsofforg、コールマック、キーボード、レイアウト、エルゴノミック、ファースト＆イージー、ツーランク、ワーティー、ドボルザーク、オルターナティブ。ありがとうございます。